今日の晩ご飯です、はい、こちらになります。ニシイワシ、なんとか塩なんだよ。アユです。アユ、うん、アユっていうの魚辺に占う。そんなに睨みつける、はい、こちらが本日の晩ご飯でございます。初めて作った太巻き、そしてこちらがお味噌汁、そして鮎の塩焼きでございます。そしておじいちゃん、これやね、塩焼きですよ。いいや、揚げなくていいや、揚げなくてすごいよ。すごいですよ。じゃあ食べていきましょう。それではいただきます。いただきます。今日のごちそうは食べたことがないようなごちそうばかりです。何ですか？鮎の塩焼き食べたことない？鮎の塩焼き、鮎の塩焼き食べたことない？鮎なんか、いや食べたことはあるけれども何十年も前の。何十年も前、はい、食べてごらん。はい、いただきます。いただきます。で、この太巻きも味ついてるから、はい、うまい。醤油入れるのかな？いらない、いらない。でも塩焼きだもん。塩でも塩焼き、うん、こうなんかびっくりするほど塩つけてくださいって書いてあったから、こんな塩だらけにしたけど、これ多分しょっぱいと思うんだよな、ここまでつけちゃったら。内臓とかなんか取んない方がいいって、なんか取った方がいいって書いてあるところと取んない方がいいって書いてあるのが多くて、ちょっと食えたもんじゃないかもしれない。初めてやったから。ああ久しぶりだ。あ、うまっ。ほんとそのまま行く。アグレッシブだね。うまい。クソ汚れてんじゃん。うまい。いいよいいよ、後で全部片付けるから全然いいよ。これうまいね。これでちょうどいいね。しょっぱいな。しょっぱいか。しょっぱい。これでちょうどいいぞ。でも、うん、俺はじいちゃんにはしょっぱいか。全然綺麗に取れない。確かにこれ手で食った方がいいかも。魚はむずいや。あ、しょっぱい、しょっぱい。うまい。
そのまま直で食ったらしょっぱすぎるわ。身を払って食った方がいいな。こうやって走中に車を使おうと思った時に壊れてしまうと日程が大きく変わってしまうことになりますよね。うん、ですから整備会社の方はですね、音や動きに少しでもおかしい、ごめんね、そこをすぐ掃除してあげた方が良かったね。やめて運転をしてほしい。それが事故を防ぐポイントですと。人の体調と同じですね。感謝でした。じゃあ待って待って、俺にやらせて、じいちゃん、俺にやらせて、ストップストップ、俺にやらせて、こぼれちゃうから。そして5位にランキングしているのは、東京都心、今年14日目の猛暑日になり、過去最多を記録した。いいよ、食べてていいよ。うん、したいの。続いて、トレーニングで、今、ネットワークで話題になっていることを紹介しています。今日はこちら。俺にやらせて。大丈夫、大丈夫。ありがとう。ニーズにハマっちゃう。はい、ごめんね。はい、ありがとう。やりすぎた。もうでも塩だいぶ取ったから。アユの塩焼きってバーベキューとかさ、川沿いで食うよな。うまいな。うまいな。川で魚釣りとかしてさ、アユ釣ってさ、昔食べたんだ。ゆっくり食べ、ゆっくり。俺が言えたことじゃないけど。では、ニュースを続けます。東京都内では今日、29,115人の感染確認が発表されました。1週間前の火曜日より1700人余り減り、4日続けて前の週の同じ曜日を下回りました。ただ、医療機関は逼迫した状況が続いています。必
要とする人に医療を提供するため対応に当たる医療現場を取材しました。新たに 29,115 人の感染が確認された東京都、前の週の同じ曜日を下回ったのは4日連続です。今日までの7日間平均は前の週の 96.5% で、3日連続で 100% を下回りました。また重症の患者は昨日より1人増えて40人、都は感染が確認された20人が死亡したと発表しました。各県の感染状況です。神奈川は 13,613 人、埼玉は 7,084 人、千葉は 7,058 人、栃木は 3,279 人、茨城は2,700、しょっぱいか、そうでもなかった、うん、おい、いっぱい取れた。発熱外来を設けている、下掃除機かけたけど、医師によりますと、連日受診に訪れる大勢の患者のほとんどは無症状や症状が軽いものの、周囲で感染が広がったため、大丈夫、まだいらない、大丈夫、じゃあ下置いとくよ。その家族などの感染でスタッフが欠勤することもあって業務が逼迫していることから、新たな外来や消防からの救急の受け入れ要請を断らざるを得ないケースが出ているとしています。医師は少しでも苦しいと思ったら我慢せずに受診してほしいとした上で、こちらは東京目黒区の病院です。感染の急拡大で対応に追われているのに加え、初戦の日も一から作りましたからね。出勤できなくなる人も相次いでいます。太巻きって作るのむずいんだね、意外にハマりそうだわ、なんか上手くなりたくなった。スケジュールを調整し、今月中旬までの、いつもさ、じいちゃん食べさせたくて海鮮丼とかでさ、ネギトロとかさ、とびっことか買ってくんだけどさ、イクラとかも残っちゃうのよ、結局。でもこの太巻きにしちゃえばさ、パパッと食べれるから。細巻きしろよって話だな。絶対落ちる、絶対落ちる。おお、すごいね。千葉県船橋市では21の小児科クリニックのうち6カ所が休診するなど、医療体制が逼迫しています。小児科の負担を少しでも減らそうと、市と地元の医師会は市が作成する登園許可証明書を持って症状が改善すれば、これは太巻きを切って売ってんの、売ってんじゃん、俺が作ったの。なんだ。証明書を入手するためだけの受診を減らすことができると。俺がご飯炊いて、うん、のり引いて、大失敗しながら作ったんだよ。あのか。すまんな、そんな料理を食べさせてしまって。料理はむずいね。自宅で療養する患者が過去最多に上る中、需要が高まっているのが、周囲の空気を取り込んで濃縮した酸素を患者が吸入できるようにする酸素濃縮装置です。この装置を使う東京都内の92歳の女性です。新型コロナの陽性と確認された翌日、医師が自宅を訪問し、血液中の酸素の値を測ったところ、じゃあお水飲もうぜ、今見るとちょびっと
しいな。おいしい。万歳じゃけど、スーッと伸びした方が。やっぱ体がこうなってるよな。肩が前内側に入っちゃってるというか。そうそうそう、たまにね、肩ポンポンって。全部出しちゃうじゃん。もう見ねえんじゃね。うん。あ、手間にあるけど。野生だな。総務省がまとめた日本人の人口、東京、神奈川、埼玉、千葉の4都県は、だいぶ塩気が多いな。そりゃそうだ、塩焼きだから。また明日食べればいいさ。総務省がまとめた今年1月1日現在の国内の日本人の人口、1億2322万人余りと13年連続で減少しました。去年から増加傾向が続いていた東京、神奈川、埼玉、千葉の4都県は今回は減少。うまく取れんかった。東京は26年前の平成8年以来の減少となりました。総務省はコロナ禍で都市部への流入が減り、人口が減少に転じたとみられるとしています。その一方で、さいたま市緑区です。こちらの地区では移り住む人が増え、この地区では新しい人口が増えています。いや、全部は食えねえわ。全部は食えねえ。半分だよ。埼玉市、去年1年間でおよそ7600人増えました。その要因について、埼玉市は交通の便が良くて、ごめんよ、都内と比べ住宅の値段が安い。はい、どうぞ。新型コロナの影響でリモートワークが進み、都内などから移り住む人たちが増えた可能性があるとしています。病院とかも増えてきて、そこ住みやすくなりました。5年の間で新しいので道路が広くて、結構自転車で走ってもそんなに危なくないので、そういうところでは子育てとかしやすい。アクセスがいいからと、あと始末だから週1金出社にするのも増えたんです。そして人口増加率が全国1位となった千葉県流山市。つくばエクスプレスで東京秋葉原から最短でおよそ25分です。さらに市が力を入れているのが子育て支援です。駅の隣接地にあるのは送迎保育センター。通勤前の保護者から預かった子どもをバスで市内の保育園に送迎してくれます。取り組みの結果、全人口に占める30代と40代の割合が3割、高齢世代よりも多くなっているということです。長野山に住んでみたいという方が10名で、また長野山市に住んでいる方が現在 91% の方が長野山市に住み続けたいと言っていただいています。この傾向をしっかりと維持していきたいと思います。投下されて今日で77年になりました。こちらは詩人の谷川俊太郎さんの絵本平和と戦争です。違うぞ。平和な暮らしが戦争によってどう変わるのか、短い言葉とシンプルな絵で描かれています。この絵本を紹介するパネル展が東京の南極で開かれています。都内で
考えるようにしようと思いました。パネル展が開かれているのは、東京港区の絵本専門館です。子供と一緒に平和について改めて考えてもらうと、絵本、平和と戦争の内容が16枚のパネルで紹介されています。やっぱご飯食べると眠くなるよな。眠くなるんだ。眠くなる。うん。じいちゃん、あれケーキどうするよ。ケーキあんの？食べれる？うん。落ち着いたらな。落ち着いたらにしよう。これでそのままってわけじゃないかな。わけじゃいかないな。でも物がいっぱいだから。東京町田市では原爆の被害を語りする催しが始まりました。長崎で小学6年生の時に被爆し、7年前に亡くなった男性の手記が収録されました。当時の状況について、鞭で打たれたような熱線を浴び、大きな衝撃を受けた後、崩れた家の下からどうにか脱出したことや、道で自らの名前を呼ばれたものの、顔がただれて誰かを判別できず、その後、その人が力尽きたように亡くなった様子を見たときの気持ちまでは、そこに向かいました。地面が揺らかす風に真っ赤に、地球が燃えているようでした。これぞ、本当の地獄へ、なと思います。戦争はいけないなって改めて思総理大臣が奈良市で演説明日は何作ろうか。逮捕された容疑者の母親が会見を助けてくれ謝りたいなどと話していることが献立が思いつかん。1週間カレーとかでいい？1週間ずっとカレーとかでいい？カレーカレー警察の車が毎日か毎日朝昼晩、朝昼晩、朝昼晩と飽きるな、やっぱりな飽きるよ。親族によりますと、容疑者の母親は3日前に事件から1ヶ月も過ぎるので会見をして皆さんに謝りたいなどと話したことです。母親はその後、身を寄せていた親族の家を出て旧統一教会に関わっていた知人から知らないと会見の日程や詳細は不明だということです。親族は NHK の取材に対し、家族や親族への謝罪もないまま会見を行うことに否定的な見解を示しています。選挙選挙の一票の格差を今年1月1日現在の住民基本台帳をもとに NHK が試算したところ、20の選挙区で2倍を超えました。政府の審議会が勧告した区割りの見直しを行っても2つの選挙区では2倍を超えています。 NHK は総務省が発表した今年1月1日現在の住民基本台帳をもとに衆議院の小選挙区ごとの住民基本台帳を試算しました。それによりますと、衆議院の289の小選挙区で人口が最も多いのは東京22区の562,164人、最も少ないのは鳥取1区の271,371人でした。いわゆる1票の格差は最大で 2.072倍となり、合わせて20の選挙区で2倍を超えました。ストップ、口の中がもうなくなってからでいいよ。今年6月、ごめん。格差を是正するため、小選挙区の
沿って試算しても京都5区で 2.034倍、京都6区で 2.014倍と2つの選挙区で2倍を超えました。また参議院の45の選挙区では議員1人当たりの人口が最も多いのが神奈川選挙区の112万8160組、最も少ない選挙区の37万6128人、一票の格差が最大で 2.989 倍となりました。まだ食べるんかい。すごいな。総務で紹介するハッシュタグ私の一押しです。栃木県栃木市のリーさんさんからです。なんでこんな食欲を持ってきたんだろうな。なんでですか？なんでですか？2ヶ月前とか何も買わなかったね。このコーナーはこういう写真多いですか？すごい。全部食べなくてもいいんだよ。うん、この前に投げたって。総裁高級を見てみますと、こちらも京都大体同じ傾向です。はい。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。美味しかった。じいちゃん。ありがとう。いいえ。お水飲んでね。